撃退しましたけど、私たち以外全滅。そんな。積み重なる屍に折れた武器の数々、これが世界の実情、ままなりませんな。大した試練だ。くっ、終わったなら移動するぞ。敵軍を相手取っている本体はどうなった？なんだあれは。王都の兵士たちは戦うつもりはあるのか？かろうじて誘導しているようには見えますが、あれはもはや戦術ではなく、ただの回想、持ち場の放棄だ。敵軍が勢いづいてどんどん先へ。どうしましょう、兄さん。カルンガ高原の真北、つまり王都を出てすぐの真南、そこに広がる険しい峡谷であることが起きる。私の占いではそこにあなたの待ち人が、いいえ、運命が待っていると出ているわ。兄さん。おい、どこ行く？後を追いましょう。戦場を迂回して北上し続けている。いずこを目指しているのだ、あの道家は。見てください、あれ、谷の下。進め。臆病者の王国軍はもういない。王都を陥落させよ。敵軍がもうここまで。本体は何をやっている？王都はもう目と鼻の先だぞ。このままでは。開けた空間？峡谷の底にこんな大きな場所が。それより、なんだあの門は。岩盤をくり抜いて作られている。まさか王都の地下とつながっているのか。敵兵が峡谷の底になだれ込んでいく。門が開いた。固く閉ざされていた門扉がきしみを上げ、うなり声を放ちながら、ぽっかりと開いた闇のアギトをさらけ出す。その中より現れたのは、あれは重厚な鎧に雷の紋章の兜、巻きついた鎖、それに巨大な旋風。もしかしてあれが王都の守護者、ミノス将軍。なんだあの曲は。いや、それよりたった一人で敵軍を相手取るつもりか。ひるむな！敵はたった一人！奴を蹴散らし、王都へ進軍せよ！この方向は。なんだこいつ、なんなんだこいつ。
降伏する、降伏するから。強すぎる。戦闘ですらない、これではただの虐殺。巨大な鎖を振り回し、人も魔物を引きちぎる。その人雷のごとき姿についた混迷が雷鎚港。バカな、本当に万の軍を一人で蹴散らすというのか。胸騒ぎが止まらない。鼓動が収まらない。あの化け物は、逃げろ逃げろ、早く引き返せ。峡谷の道が、唯一の退路が崩落で塞がれて、王都のクソどもが。あれが熱き戦いであるものか。あれはただの食事だ。何に払われる鎖に振り下ろされる旋風。哀れな兵士ははぜ、血肉が踊り、閉ざされた峡谷は赤く染まる。危機死に勝る大将軍、赤き雷鳴を轟かす雷鎚港。兜を壊し、アギトを開き、人肉をその口に。しかしこれは、こんなものは歌に変えられない。だってあれは、ミノタウロス。その日、彼らは絶望の意味を知った。絶望の名はミノタウロス。楽園たる王都は人類の敵を飼っていた。いいね、さすが俺が見込んだ冒険者だ。それはいかなるいたずらか。滅びを迎えようとしていた国に、天より一連の爆砂が落とされた。これはそれだけの話。俺だ。お帰りなさい、アルゴノート。無事だったのね。また会えて嬉しいわ。そう言えばいいかしら。なんだあれは、どういうことなんだあれは。説明がいる。
見たんでしょ、あの化け物、人々を食い荒らす魔物ミノタウロス。王とはあの魔物を飼いならし、外敵を排除している。ありえない、魔物を飼いならすなんて、そんなことは不可能だ。ええ、人の技では到底無理でしょうね。けれどこの国には一つの奇跡が落とされてしまった。奇跡？今より三代以上も前のラクリオス王が統治していた時代、この王とも例外なく魔物の手によって滅亡の危機に瀕していた。そんな時、天から光が落ちた。その正体は不可思議な光を帯び、決してちぎれることのない一連の鎖。当時のラクリオス王は国を滅ぼさんとしていた凶悪な猛牛にその鎖を投げつけ、見事に戒めたの。まさか。そう、それは怪物をも支配下に置く神秘の鎖だった。ラクリオス王家はアーティファクトとそう呼んでいる。天のいたずらか、あるいは精霊の産物か、どちらにせよ王とはミノタウロスを制御できる術を得た。あとはあなたも見た通り、王とは今日に至るまで魔物や侵略者相手にミノタウロスを差し向け、これを殲滅してきた。ふざけるな！あれが上昇将軍の正体だと？それでは王国の守護者とは、イカズチ公とは。そんな人間は最初からいない。いるのは偽りの仮面をかぶった凶悪な怪物。王と絶対平和の理由は、王家が怪物を刺激し、魔物だろうが人類だろうが食い殺させていたから。何が安全神話、何が人類最後の領域だ。憎き魔物を用いて生き延びていたなど、この国は人が人たるゆえんまで手放したのか。これが楽園と呼ばれる聖地の正体。笑ってしまうでしょ。人類最後の砦が人類そのものを裏切っていたんだから。なぜだ、なぜ君がそんなことを知っている。客人である占い師が国家に関わる機密を、なぜ。別にいいでしょそんなこと。今のあなたにとってもはや私のことなんてさまつに過ぎないのだから。アルゴノート、あなたにさらなる絶望を与えてあげる。アーティファクトには代償が必要よ。代償？鎖が支配の効果を継続するには、戒めた存在へ定期的に生贄を捧げなければならない。な、そして生贄とは鎖を使用した者の血の系譜、つまり王族よ。待て、待ってくれ。それではまさか。ええ、次の生贄は王女アリアドネ。バカな、そんなことが、そんなことがあっていいはずがない。それでは姫は、彼女は最初から。ええ、哀れな生贄になる運命だった。怪物と同じ鎖に縛られた。約束された犠牲、王女は国という百のために犠牲となる運命をどうしても受け入れられなかった。いいえ、ずっと苦しみ恐れていた。けれど彼女は最後、自ら生贄になることを決めたわ。他ならない、あなたという一と出会ったから。
ただのアリアとして接してくれたあなたに、この王都で少しでも長く生きてほしいがために。そんな。アルゴノート、あなたは言ったわね、神々はいると。いいわ、認めてあげる。天井から落ちてきた鎖はまさに神々が存在する証明。そして私たちは見事にその鎖に踊らされている。自らが生き残るために同じ人類にも魔物をけしかけ、泣き叫ぶ生贄を差し出して。そんな滑稽で破滅していく私たちを天から見守っているのなら、神々というのは意地悪でいやらしくてとてもクズな存在ね。きっと今のあなたの顔を見て指を差しながら笑っているに違いないわ。さあ始めてくれたまえ。どこだ、姫は、彼女は今どこにいる。絶望していないの、この醜悪な都の正体を知って。それに居場所を突き止めてどうする気。助け出す、それ以外あるものか。言っておくけど、あなたの行動は全て監視されている。このまま進めば待っているのは破滅だけ。あなたのように義憤に駆られ王城の中で始末された人間は何人もいた。構うものか、私は行く。嫌よ、私は人殺しになりたくない。ならば見殺しならいいのか。姫よ、あんな女の子教えられない。だって今のあなた絶望しているもの、人に、この国に。無駄よアルゴノート、今のあなたでは無理。自分を見失い、道化ではなくなった。正義感に突き動かされるだけのあなたなんて、ただの人と一緒。だってあなたは英雄じゃないんだから。猛牛が現れた峡谷の門、あれが王城につながっているのなら、魔物がいるのは地下。姫はもう運ばれたのか、それとも近い場所に囚われている。わからない、わからないが行くしかない。下へ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 。すらいない。どうして誰もいない。これでは暗き底へ、奈落へ誘い込まれているような。知りすぎたな、アルゴノート。いや、よく知ってくれたと言うべきか。これでお前を心置きなく処分することができる。ラクリオス王、答えてほしい。なぜ魔物を飼っているのか、どうしてむごい運命を我が子に押し付けられるのか。王族の務めとしか言えぬな。国は先祖であり子孫、誰よりも敬い可愛がるのは道理であろう。たとえ血がつながる我が子だとしても、百の前では一を切り捨てねばなるまいて。違う、間違っている。それが為政者の正論であったとしても、あなたは嘘をついている。魔物の存在を隠蔽し、ミノスという記号を作り上げたのはなぜだ。他
他の国々と手を取り合わず無駄に戦を重ねるのはなぜだ。人との戦争、あれはミノタウルスの食事ではないのか。わざと侵略者を招き魔物の腹を満たしているのではないのか。気づいておったか、陶器。あれはよく動き、よく飢える。王族の生贄以外にも大量の餌が必要でな。国から出していれば瞬く間に民草など狩り尽くされる。あなたは国という百を守るために同胞という千を殺戮している。あなたの正論は正しく邪論だ。ならば教えてくれアルゴノート、私はどうすればよかったのだ。都を魔物に脅かされ、助けを呼ぶ声は国に聞き届けてもらえず、むざむざ民を死なせていく愚かなこの私は、親も兄弟も妻も子供たちも魔物の胃袋に送った私は一体どうすれば。断ち切るべきだった。魔物の加護など、生贄を捧げ続ければいつか供物が尽きるのも道理。それが今だ。王族はあなたと姫を残し途絶えようとしている。今の王とはまやかしの平和、滅びを約束された悪夢だ。はっはっは。そうさな、このラクリオスは千年王国には至らんようだ。だがな、アルゴノート、お前は勘違いしている。生贄は最初微々たるものだったけれど、次第に力をつけるミノタウロスを制御できず、失われる王家の血肉は加速度的に増え、生贄には血の濃さも関係していると気づいた時にはすでに手遅れ。外部の者と王家がいくら縁を結んでも全て無駄であったわ。私もな、アリアドネは手放したくなかった。あれは王妃によく似てとても美しいからな。王と存続のためにはあれに早く手を出してやるべきだったが、この身にもまだ親心なんてものが残っておったらしい。おう、あなたはもう正気すら手放しているのか。正気を保ってどうしてこの時代を生き延びていける。どうして狂わずにいられる。無理だろう、無理であろうよ。王よ、今からでも遅くはない。ミノタウロスを撃つべきだ。魔物に頼らぬ知性をもう一度。できぬよ。アーティファクトはまさに典型。意地の悪い神の恵みだったとしても、それに甘んじるしか王と存続の道はない。ならば私があの魔物をどうにかする。姫を助け出してみせる。身の程知らずも大概にしておけ、道家。どの道、お前はもうここで終わりだ。皆の者、聞け。王女が城よりいなくなった。すべては英雄候補の一人、アルゴノートの仕業。キャツは恥も知らず王女に執着し、
手ごめにして連れ去ったのだ。民に伝えよ、触れを出せ、国の外にも知らせるのだ。アルゴノートによって王女は消息を絶ったと。王命を告げる。アルゴノートを捕らえよ。まさか最初から私を。ちょうど必要だったのだ。利用できる愚か者が。これで王女が消えた理由もできた。お前もまた私の匂いよ。さあ破滅せよ、アルゴノート。おニューの衣装にゃ負けさせないよ。負けるもんか。援護します。やれやれ、力を貸して。これだ。逃がすな、おい。逃げたか。まあ構わん。どのように転ぼうと、お前はもう終わりよ、愚かなアルゴノート。いいね、